久保さんこれは同調圧力ですかね同調圧力 <laughs> 同調圧力ってどういう意味だっけな同調圧力同調圧力地域共同体や職場などで特定のピ,ピアグループにおいて意思決定合意機器の際数意見に要するに対して暗黙のうちに多数意見に合わせるように誘導することあそうですね そう暗黙の了解ですよね。みんながマスクしてたら、それに合わせないといけないっていうね。だから、要は多分、キャビンア,タアテンドも、要は、その同調圧力ですね。お客様、他のお客様が全員マスクしてるから、いや、この人だけ OK すると、ちょっと、みたいなね。<laughs> なんかその暗黙の。だぶっちゃけですよ。うん、まあ、喋らなければいいわけじゃないですか。 え、ペチャ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 飛行機の中で喋るんですかね僕、飛行機の中で喋んないですけどね。まあまあ、一応僕マスクしますけど、別にマスクしてようがしんしまいが、別に喋んないですよ。僕音楽聴いて寝てるんで。全然喋、ってか喋ります。<laughs> 電車の中でくちゃくちゃ喋ります。 ね、その、なんかその、若い頃の時はね、友達とワッショイってなんかやってたかもしれないですけど、大人になってその、なんか電車とか飛行機でべちゃくちゃ喋るってことはあんまないっすよね。なんか、完全に同調圧力ですよね。<laughs> で、喋らないけどマスクしてるといいのかなみたいな。これ何なんですかね、これ <laughs>。マスクの定義も、あれなんですよね。もう、あれじゃないですかね、もう。もう。 一生マですかね <laughs>。うん。面白いっすね、人間って。まあでも、その同調圧力が世の中にあるので、まあ僕はしますけどね。うん。逆にそ、逆にんだろうな。何だろうな。いろんな目線であるんだけども、まあ確かにその人の意見は間違ってはいないんだけども、まあた単純にね、まあ、ピッてマスクすれば済んだことなんで、<laughs> どの目線で見るかですよね、本当に。 うまあ、まあ、そう確かにおじさんの言うおじさんの言うことはわかると <laughs> あの間違いないと別にマスクしておしまいが喋んなかれば別にいや関係ないだろうし <laughs> 確かにその意見はおっしゃる通りなんだけれどもまあそ,それはちょっとねそ,の <laughs> それはちょっとちょっとみたいな感じでねうんそうだからまあそんな感じでございますよ、うん、だから難しいですねだからその うーん何が正義なんでしょうね。何が正しくて何が合ってんのかっていうのは僕はねないと思うんですよね。まあこれは本当によくだ僕は出すんですけど日本も戦争していて、まあ、広島も原発を落とされましたけども長崎と原発ね。まあその時は特攻隊とかもいたし、まあ、あの鹿児島には知ン特攻隊っていう博物館があってすごいところがあるんですけど、まあ、5秒で泣けるところですね。 5秒で涙が出てくるもうすげえ魂がねあそこにあるんですけど <laughs> そのなんだお前ら死んでこいじゃないですか国がねお前ら死んでこいなんですよで死んでこいって <laughs> そんな時代もあ,あってねで人殺したら今度は殺人者とかねいやいやいや国殺人者だったでしょうっていう <laughs> 死んでこいでしょ突っ込んでこいでしょ何なんですかねっていうそのだから うーん何なんだろうね。パラドックスですね、本当にね。<laughs> でもそんなパラドックスの中を生きていかないといけないんで、僕は思います。アーダコーコー言ってもしょうがないんですよ、そのパラドックスに対して。だから、あのー、自分はこう考えていて、で、自分はこう思っていて、で、自分はこういう人生を送りたい、ただそれだけに集中するっていう。ただそれだけに集中するっていう。自分の人生に集中するっていうのがいいんでじゃないですか。自分の人生に全集中するっていうね。 Y te la sé.